たーって。うわー、え、出題者だ。どうしようかな。いや、まあ一応ね、面からを、まあ、いきますわ。お、はい。何が出てきたのに。なるほど、はい、はい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 、はい、じゃあ会場に入ります。あばよたまさん、またかよ、もうお前らとはやってられば、帰る帰る。連想建築ゲーム、ルール説明。出題者はお題を引いて建築者にヒントを伝えます。建築者は出題者のヒントをもとに建築していきます。完成したら回答者に答えてもらいます。不正解の場合は建築のやり直しです。挑戦できるのは3回までです。ルール説明は以上です。じゃあ聞くぜ。5分始めます。はい、海の動物。海の動物、はいはいはい。手がある。え、海の動物で手がある。正確に言えば比例ではあるんだけど、手のように使える。正確には比例であるんだけど手のように使える。あ、体は大きい。体は大きい。化け物じゃないそれ。え、待ってよ、人間ほど大きさはない、高さはないけど、うんうんうん、体積で言えばこれの方が大きい。あー、海の生き物ででかくて、水族館にいるかな。水族館にいる。え、ちょっと待って、何もわからん。水族館にいてよく聞くのは、うん、脂肪が多い。脂肪が多い。あー、なるほど。ちょっと待ってよ、待って、脂肪が多くて海の生き物で、待って、魚類ではない。え、うん、魚類ではないはず。待って、魚類ではない。魚類ではない、はいはいはい。まあいいよ、完全にもう外れたんだけど。哺乳類かな、うん、ものとして。え、哺乳類、うん、でヒレが手みたいな感じでしょ。そうね、もう手みたいに使える。手みたいに使えるんでしょ。ってこと多分でかいんだよ手も。水族館にいるのよね。でもね、のアイドル的存在。え、水族館に行ったらこれは見に行きたい。え、待って、これは見たいかな。水族館におるから、あの、おそらく巨大すぎるものではないんよな多分、うん、でも海の生き物。あ、待って、分かったかも。もうちょっと縦だわこいつ。ちなみにあと何分。あと42秒。待ってギリからどう修正していけばいい。30秒。ちょっと待って、いや分かったんだって。絶対これなんだって。これ絶対これなんだけど。待って、はい、タイムアップでございます。これはね、あの、白クマだと思って作りました。あー、なるほどね。うん、引いていい。どうぞ。頼む、たまや。多分ね、でも結構近いと思うのよね。どうだ、
幽霊かわやー。いきますね。私の白くま。はい、スタート。哺乳類なんだけど、うん、そうね、ゲイタッシャ。あー、はい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 、ゲイタッシャで、ね、うん、赤ちゃんめっちゃ可愛い。あー、わかったかも。あー、なるほどね。はい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 、はい、そう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 。そうだな、他ヒント。待って、違いそう。なんて言えばいいんだろう。手先が器用。手先が器用。待って、そしで芸達者ってことは多分なんかそのあれに出てくると思うのよな、あのショーみたいなやつに。これいやでも多分分かってもらえると思うんだけどな、これ。あと1分弱。待って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 。これクジラだよ、どう見ても。助けて。残り30秒。待って、やだ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 。これじゃクジラだよ、どうしたらいい？あ、そうだ。ちょっと失礼。地面ですよっていうのを分かるようにしとこう。いや、あいつらさ、その地面にもぬって出てくるじゃん。で、なんか係員さんにその物もらったりとかするから。よし、よし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 。はい、ストップです。これはね、イルカ、はい、だと思って作りました。頼むぞ、玉屋。わかるよな、これはな。陸にいるこんな生き物、イルカしかおらんだろう。クジラ。はい、じゃあクジラは陸にいねえよー。クジラは陸にいねえだろ。正解発表いきまーす。クジラは陸。赤ちゃん確かにモフモフだったような気がする。でも人間よりだいたいでかいんでしょ。高さは人間ほどない。なんだろう、まあ、水族館にいないところだと、うん、赤ちゃんの動画がめちゃめちゃ可愛いから絶対見てるはず。赤ちゃんの動画がめちゃめちゃ可愛い。やっぱこっ、でも手が器用なんだよね。ほんとマジでなんか脂肪が体のほとんどを占めているみたいな、うん、聞いたことがあるかな。待って、じゃあこいつ絶対違うじゃん。あ、待って、分かったかも分かったかも分かったかも。あの、あれ系な気がする。あの、アシカとかさ、その、なんていうん、そっち系の、あの、灰色のアシカおるじゃん。あんなイメージな気がする。残り1分40秒です。あの、合ってるかどうかは言わんでいいけど、あれだと思うのよね。あの、アザラシ。はい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 、寒いとこでもこれなんか虫にしか見えない。待って、アザラシってどう作ればいい？マジで残り1分です。待って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 、イメージこんな感じな気がする。残り、12秒。待って待って待って、氷。5、4、3、氷。1。たぶんたまや。で、私はこれね、あのアザラシ、はい、のつもりで作りました。はい、じゃあスイッチオンします。ラスト頼む。いやでもどう見てもアザラシだろこれ。何も言わんとこ。北極。北極。じゃあ正解発表しますね。あ
そーやわかる、わかるだろ、わかるだろ、たわやわからんわで、お題は何だったの結局、あ、確かに発表します、はい、アザラシです、ほら、たまや、いや、もうすごい迷ったよ、だからわからんちぇってなった